外の球、ここは見送ってストライクです、まあ、ちょっとバット出そうかなというところで止めました。ストライク、まあ、一番ねバッターにとっては遠くのところですね、あここでただ山崎武史が球審に対して、次第ですが、慌てて長池コーチが止めにありますが、今のこの反転に対して、異議を申し立てます。まあね、ストライクボールの判定のやっぱりねちょっとこう納得いかない部分があったからということだと思うんですけどね、ただやっぱりねここは4番としてね、まあ、最悪のね退場というものは避けてもらいたい場面ですからね、今のシーンです。これはコースに対する服ですよね。そうですね、はい、まあ、ただそれだけでも自信がだいぶ持ててきたというか、そうですね、自分の中の判断は自分の中のストライクゾーンというものがしっかりしてきた中で、こういうふうにやっぱりストライクをねボールと思ったものを捉えるというところのやっぱり納得いかないところなんでしょうね、まあ、ですから一つ自信が現れるということもありますね、改めて、もう一回ちょっとこれはいけません。あまりに抗議をしすぎると4番が退場という可能性も出てきてしまいます。まあ、ブラウン監督もここはさすがのね退場歴も多くあるブラウン監督ですが、ここはブラウン監督自らもうお前がいなくなったらどうするんだというか、今退場宣告されましたかね。球審はちょっと右手で外へというようなジェスチャーに見えましたが、審判に対する侮辱行為退場といたします。慌ててまた山崎がもう一回抗議に来ました。侮辱行為という言葉に対してまたちょっと山崎としては頭に、ちょっと違うじゃないかと、そんな侮辱行為というような言葉は口にしてないということもあったでしょうかね。まあ、当然ね、ちょっとここからは分かりませんけどね、ただその言葉のやっぱり受け方というものもあると思いますからね、ちょっと何とも言いませんけどね、はい、まあ、この楽天の場合はブラウン監督の退場などはこうよく見るシーンですが、ただ山崎がこれだけでも2度の、ね、抗議をしましたが、1回目最初は確かに、ちょっとね、何というふうに言ってるかね、分からないから何とも言えませんけどね、ただやっぱりこうバッターとしてはね、やっぱりボールと判断したものをね、やっぱり2度もストライクと言われると、やっぱりちょっと納得いかない部分もね、山崎選手の気持ちの中ではありますけど、これでも山崎武史という選手は個人というよりはチームのことを本当に第一考える選手ですんでね、まあ、そうですね、自分がいなくなったらこの打線で今どんなことが起きるかというのは当然頭の中あるはずですので、そう簡単にそんなに退場にこうなるような行為を、する選手ではないと思いますので、そうですね、はい、ただね、こればっかりはやはり審判の判断のもとであるわけですからね、はい、このあたりはね、お互いのやっぱりジャッジというのはね、やっぱりこれから大事にしていかなくちゃいけないところです、まあ、しかしこの退場処分にはなりましたが、まだ球審に対してはいろいろ抗議をする山崎、逆にブラウン監督は今日このなだめ役、むしろブラウン監督としてはもう必死に止めに入っていたようなね、そんな風にも見えました。いや、もちろんそうですよ、ここでね退場宣告があったらやっぱりチームの4番を失うわけですから ね、これはやっぱ戦力として非常に痛手になるわけですから、ただちょっと、やっぱりこう抑えるのが足りなかったような気がします ね、
まあ、間違いなく、ね、こういう感じになると、ね、1回目で、まあ、退場になる寸前、はい、2回目でこういう風になると、ね、まあ、高い確率で退場になるわけですから ね、 ね、ですからいち早くやはりベンチに下げると、引き戻すということを、ね、やっぱりしなくてはいけなかったのかなという気がしますね。確かに2回目の最後の見逃し三振のストライクのコールの後、もっと早く止めていればというね。試合がようやく再開をしますが、まだ球審に対する、まあ、ちょっと怒りは収まらないようです。2アウトランナーなしで再開、バッターボックスは草野からです。